ジェネシスとは、本当なら俺が戦うべきだった。たく、誰が仕向けたんだよ。だが次は、お前自身の仕事だ。どういうつもりだ？よせよ！待っている人はいるんだろう？アンジール、本気かよ。いいぞ、アンジール。我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子？黙れ！俺の父は死んだ！ならば、母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ、自ら命を絶った。恥か、それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、 すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女、ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった。認めよう。だが、アンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧だ。ザックス、俺は完璧な。モンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか。世を苦しめる者全てと戦うと約束したよな。うん。でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ。取り返しがつかないことになるぞ。クソ、細胞だけでも。アンジール！うわっ！ああ！